はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。今回は、転生なしたる白虎道ということで、まあ、歌舞伎音突の僕が、まあ、今後ね、超歌舞伎コラボがね、復刻した時に、皆さんに、いや、これ白虎引かないとやばくねとか、いや、白虎引きてえよなーって感じで、まあ、ガチャ引いてもらうためにね、これからコツコツと白虎の強さをね、皆さんにお届けしたいと思います。まあ、現時点で僕、あんま使いこなせてないし、まだ強さを解明できてないんですけど、きっとね、環境に来ると信じて、ピカさんとね、頑張っていますので、まあ、ぜひ、一緒に頑張りましょう、思ってる方は。そんな感じで、まあ、今回は、フリーバトル2回と、バトラリ2回潜ってきたので、ぜひ、白虎の強さ見ていってください。まあなんか、とりあえず、なんか適当にキャラに白虎積むっていうよりかは、ちゃんとシナジーあるキャラ探して、まあ、強い使い方を見つけてね、戦っていきたいので、まあ、今回は竜ですね。まあ、タドアミで前やったんですけど、体力倍率、竜とタドアミ一緒なんで、まあ、そんな感じで、まあ全然竜でも使えるよねっていうことでやってます。はい、これやれない。ただレンジで削れてるから、持続が切れたら殴れる。ナイス。まあおなじみの、新緑化の赤桜白虎です。まあ、これは、まあなかなかね、体力も高くて、まあ、今通常意外と入ったんで、まあまあ強いですね。まあまあ。まあ、フルカナの方は外してないんで、まあ足目があればもっといいかなっていう。僕足に剣語とかなんかよくわかんない竜なんですけど、まあそれでもね、全然竜は足速いんで使えますね。まあ足速いほど白虎いいし、体力高いほど白虎いいんで、強いんじゃないでしょうか。リリーバフ打ったから波動拳合わせる。はい、これは白虎の波動拳、まあ合います。とりあえず合います。あ、この9秒っていうのが何よりも素晴らしいところで、回ってくるやん、このなんかとりあえずカード切れる、この雑に切れる感がめっちゃ良くて、あいつスタン吐いたっつって白虎合わせて、でもう一枚目のスタン、見合ってる間にもう戻ってくるみたいな、全然あるんで、まあ、耐久にも使えるし、まあ、とりあえず爪で切ってこう。まあ、イエーガーだったら、まあ、爪で最初に切っても残るやんって言われるかもしんないんですけど、まあ、そこはね、イエーガーの方が強いかもしんないけど、まあ、その後よ。切れたら終わりじゃないんですよ。彼は、もう、いつまでも僕たちとそばにいる。それが白虎です。まあ、これもリリバフ封じて、まあ、リュウの波動拳って基本合わせなんで、で相手もスタンないってことで、まあ、これは大丈夫かな。でイデアでキャンセルされないようにギリギリで回復切って、これは奥守りですかね。ポータル触り切ったら波動拳に抜いてすぐ取れるんで、まあ、波動拳上げつつ、ラッコはキャンセルされたんですけど可能にで倒していくと、まあ、芯とか積んでもね、ガンナーぐらいだったら意外と、ガンパンできちゃうのが、竜なんですよね。まあ、竜とタダーミは基本的に、ガンナーの可能ね、ワンパンできるような。そんな感じで一戦目はね、華麗なる波動拳をね、決めてって、勝っていきましたと。どう？欲しくなった？いや、なんか、よくね、コメントで、会長が使ってると白虎強く見えるって、言ってくださってる方がいるので、まあ、それめちゃめちゃ嬉しいです、本当に。まあ、自分が使うと弱いっていう意見もね、めっちゃ来るんですけど、まあわかる。まあわかる。確かにわかるね。でもなんかね、違うんだよな。使い方が、多分ね、なんか、まだ違うんだと思う。俺もわからんけど、多分違うと信じて、白虎使ってる。D バでも EA 側でもないね、ガードの切り方があるんじゃないかなって思ってるんですけども、これ決してね、あのネタがなくなったからこんなことしてるとか、まあ、そんなわけではちょっとあるんですけど、最近やばくないですか、アップデート、甲子園で来ると思ったんですけど、なんもない。東京キャラバンか、なんもないっていうか、なんか後日発表でーすって言って、まあわかりますよ、あのてっぺんバトルが控えてるんで、
まあ、その時に詳細発表みたいな形になるの分かるんですけど、分かるけどなんかくれよって思うじゃないですか。かといって擦れるネタがもうないからね、困ってるんですけど、まあじゃあ好きなことやろうということで白子やってます。でね、いや白子本当になんかネタで使ってるだけなんて言われそうなんですけど、大会でもね全然使ってます。っていうか昨日ね非公式大会ねちょろっと出たんですけど、あの BO1 で早く終わるかなと思って、まあ、いい感じの大会見つけたんで、できたんですけど、白子ボイドでね優勝したんで、まあ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 白子はまだ健在と、もともと僕白子手に入れる前からボイドールの白子は強いのなって思ってたから、まあ、ボイドの白子はもう例外っていうレベルで、まあ、強いのは当たり前なんですけど、まあ強いね。マジフルカノとか全然合わせれるんで、まあ、それがまたいいよね。まあ、イエーガーでも合わせれるやんけって思うじゃないですか。いや思うけど、いや合わせれるけど、けどよ、この体力ゲージ見てくれよ。白子のステータス、イエーガーとの作用、そう思って白子は強いと思います。まあ、あとね、あのグスの周囲に対してかなり強いてか、まあ、周囲カードとか遠距離カードに対してかなり強いんで、はい、逆降りで連切り可能ね。あ、いいんじゃないですかこれ。連切りって基本的にみんな当たっちゃうんで、あのね、暗住タンクが入った後の号令連切りとかなんか食らっちゃうじゃないですか。いやわかるんだよ。そんな感じで、まあ連切りはね本当に重要。連切りの動画出すか、連切りの動画出すか。うん、なんで同じこと言ったんだろう。なんか小技っていうの、そういう系の、まあ、動画も出したいんですけど、自分が普段意識して使ってること、まあ、こうやってみたら、あ、こういうのしてるよなってわかるんですけど、じゃあ何出すってなった時にパッと思いつくのがなかなかないんですよね。多分みんな無意識にやってると思うから、あ、言われてみればそういうのもやってるよなみたいな感じだからね、難しいよね。うん、というわけで、まあ、2戦目もね、まあ、これ3点先取っちゃえばね、中原っていうステージはもうほぼ勝ちです。もうまくれない、基本的にまくれないんで、まあ、なんか相手が先にサード待つみたいな、まあ、次バトアリなんですけど、バトアリでやってます。でバトアリで、まあ、ビャッコリンしてるんですけど、これなんでビャッコリン使ってるかっていうと、あの大会のリンって、まあ、イエーガー積んでることが多いんですよね。イエーガーか青ドルケを積んでることが、まあ、最近多くて、じゃあ家が積めるってことは白子積めるやんっていうことなんですよ。つまり、まあ、だから、白子リンして回復2枚積んでます。千本桜とユニドール、白子前転でも全然良かったんですけど、まあ、基本的にまあ、この固定だと味方が捨て2人とも高いんで、まあ、僕がね超前線張って殴り合うっていうことはなかなかないということで、写真カード多めでね味方に生きてもらおうと、まあ、あとレンが全体回復じゃなくて耳なんで、まあ、その分ね僕が回復を補ってあげようかなっていう感じで、まあ、千本桜とユニドール使ってます。デッキレベルは230です。230って聞くとさ、めっちゃ強そうに見えるやん。コラボ230でもこのデッキ何って思うやん。まあ、なんかあんま強く見えなくてなんかあんまり強く見えないよね、これ。コラボ230だよ。やばくね？やばいんですけど、なんか微妙なんですよね。で、ちょっとこれ人数不利だから、しんどいし、敵陣行きたいんですけど、岡部が構えてるから、僕はあんまりあっち行きたくない。で、味方の回復上げるから、ちょっと、ジャンヌ殴るの待って、で、一緒になってから家が、じゃなくてヒーロースキルを使いたいところ。で、ここでね、僕たちのターンですよ。まあ、人間はヒーロースキルで戦っていく編成なんで、基本的にね、あんまり殴んない。通常戦闘はそんなにしなくていい。まあ、それ勘違いして、人間で戦おうって思っちゃってるのがダメ。人間のヒーロースキルで戦おうってなるとダメなんで、基本的に
まあなんか圧だけかけて早いですね。最初って大体みんな攻撃食らいたくないからリンが殴ろうとするとダメか張るじゃないですか。まあ、だからダメかいろいろ適当にね任せておいて、まあ、その後の戦闘でヒーロースキルで倒すとか、まあ、そんな感じ。全部通常戦闘で倒す必要はないから圧だけかける。でこれもね逃げます。逃げるんですけどなんかめっちゃ狙われてる。ただイエーガーの時間も切れるんで白虎合わせてアバカンかけて確保します。いやーこれ白虎強いね。まあ、ディーバでもねイエーガーでもできるんですけど白虎でもできるんですよ。うん、白虎だからできるではないけど白虎だからできること、それだな、それを探そう。こんな感じで、はい、三戦目も勝っていくと、まあ、これはね後半ヒーロースキルでまくれたのがいいですね。まあなっからじゃなくてジッパカが、ジッパカって意識して貯めないとなかなかヒーロースキルもたまんないんで、まあ、ずっと戦ってたからね相手もたまんなかったのかなって思います。で最後はアクア、はい、アクアです。で家が白虎アバカンしてます。これで暗示で240ですね。240すごくない？でもなんかあんまりすごく見えないな、この240。なんか自分が使うとなんか240らしさがないもんだけど、なんでだろう。はい、割ってアバカン、まあ、これもね全然余裕と。体力がクソ高いんで、まあ、イエーガー白虎だから体力も高い、暗示もあるからね。イエーガー白虎暗示でめちゃめちゃ高くて、まあ、アバカンは微妙なんですけど、ただチームでスタン欲しいのねっていうことで、まあ何でもいいけど味方の下が今高いんで、まあ、リリカが火力出してくれたら僕がわざわざね起点を作る必要ないんで、まあ、そういう面でのカットに、まあ、前のねリリマルやった動画でも言ったんですけど、まあ、それの続きみたいなもんだからこれは間に合わないと。いやこれナイスで、まあ、ルルカとアクアの違い、なんかルルカ点灯入るからルルカの方が強い。いやまあそれもめっちゃわかるんですけど、ただアクアって絶対逃げれないんですよね。わかる、ルルカって、まあ、HA、まあ、逃げれるやん、その引けば逃げれるけど、アクアってダッシュ、スプリンターのダッシュだから、もうなんかガンナーとかさ基本的にダッシュ受けが成立しないともう絶対割られるっていうのがあるじゃないですか。それがまた強いかなって思って。わかる、日本語難しいんだけど、あーもうこれ受けれないわみたいな、まあ、こうやってダッシュ受けされるとちょっとしんどいんですけど、これはもうダメが切れてるからとりあえずアバカンで暗示切って次のサポート行って、人数よりは寄せ寄せなんで、まあ、CO はとりあえず後で決めます。でこれは HA で受けられたんでしつこくついていきます。ダメか中は僕は触らずに助けに行く、じゃなくて割りに行く。でこれも詰めて詰めて割りに行って、はい、これもそうだよね、これもこれで割ってって感じで、まあ、避けれん、そう、まあ、ダッシュが上手ければ相手避けれないので、まあ、そういう面で確定で割れるっていうところではアクア強いんじゃないかなって思います。まあ、そんな感じで、もう残り20秒なんで、ほぼ勝ちなんですけど、どう？イエーガー白虎強くない？カットにアクア、ちょっと真似していいよ。カットにアクアは普通にいると思うんですけど、まあ、イエーガー前提のところ多いと思うんですけど、イビアリで、イエーガー白虎でみんなやってみてくれ。ジャックオー白虎でもいいけど、まあ、色があれか。まあ、アンジュのアクアをガブとか、そんな感じでもいいし、なんならキルアクアで、イエーガーの枠白虎にすると攻撃力上がるから、なんかフルーク支流とか支流支流白虎とかそんな感じでやると面白いんじゃないかなと思います。というわけで白虎道1日目でした。